こんにちは、大阪サンケイスポーツの山口です。川本です、今日はですね、今週末に行われます新山記念の展望の方をしていきたいと思います。はい、まあ、一昨年ね、アーモンドアイが勝ったようにね、もう気づけば出世レースのようなね、はい、なってますけども、まあ、今回主役としてはやはりサンクチュエールが、上がるのかなという感じですかね。うん、あのデースの ね、アルテミス、うん、相手がね、リアメリーがね、さすがに強かったですけども、この馬も東京の長い直線は2番手からね、最後まで粘り投手の2着ですから、すごいね、いい内容だったかなと思いますね。川田さんどうですか？そうですね、見せ場は十分だったと思いますし、うん、あの勝ち馬さえなければ、いいですというかね、勝ちに等しいような内容と言ってもいいんじゃないかなと思うようなレースでしたし、なんかまだまだね、良くなりそうという話もありそうなので、楽しみな今年出世じゃないかなと思いますね。まあ、兄弟でね、まだ大物が出てないんですけど、うん、お母さんもアメリカの G1 馬っていうね、両決馬でもあるんで、まあ、いよいよ大物が出てきたのかななんてね、ふうにもね、思いますが、まあ、あとなかなかね、その相手候補というかね、うん、もう多彩な感じで、どうですか、気になる馬とか。やっぱ朝日杯の4着の高野ビューティーというのが一つ大きなところですよね。うん、はい、初の芝 G1 で、はい、ゴール前の伸び押しなんかをね、一瞬本当にまとめてかわすなみたいな、ね、ぐらいのね、ものがありましたし、はい、レベル高かったと思いますしね、朝日杯自体のね、勝ち馬もやっぱり強いですし、まあ、そこを考えると、まあ、まだね、分かり知れない部分が多々あるこの時期の三者戦ですけれども、はい、まずちょっと今の何ですかね、時計かかりつつある、かかりつつかかってかかりっている京都の馬場っていうのもね、全然問題なくこなすでしょうし、はいはい、この馬もね、楽しみですよね。うん、との関西馬で行くと。今日はね、一頭だけカバジェーロというね、一戦一勝の馬がね、追い切りをしまして、今日本当に昨日の晩からずっと、立東トレセンで雨が降ってまして、かなりね、不良馬場で馬場が悪い状態だったんですけども、馬なりで、馬場の悪さを感じさせない、すがるい走りというか、まあ、スピード感があって、まあ、時計はね、やっぱりその分目立たないんですけども、合わせ馬の相手が目いっぱい追ってる中、この馬は馬なりで、まあ、一馬身先着と手応え完全にね、勝ってましたし、まあ、走りのすがるさ含めて本当に、重賞、いきなりのね重賞挑戦ですけど、楽しみな状態だなっていうのはね感じましたね。うん、橋口調教師の方もあんまりまだ体がね仕上がってない中であれだけの勝ち方、強い走りを、ね、してくれたんで、上積みはね今回すごくありますというふうに強調されてましたし、実績ではねやっぱりその分見劣るはするんですけども、去年のバルディゼールも確か、うん、同じロードカナルアで一戦一勝でっていう、そう見ようと思ってたところでもありますんで、アーモンドアイも未勝利勝ってね、すぐの、まあ、勝った直後ですからね、はい、ね、考えると、うん、ね、このレース、うんのむしろ狙い目になるのかもしれないかなっていうのは思いますね。カナロワさんとしてはこれ1頭だけですもんね。だこれが勝てばね、うん、ね、カナロワが3連覇というね、うん、ところもかかりますし、ね、ロードカナロワのレースになると思いますよね。母父ダンスインザダークですから、あ、ね、2日に亡くなったばかりですけども、前週の中山金杯トリオンフが勝ったりとかね、うん、まあ後押しといいますか、血の後押しというかね、なんかもね、ありそうな感じもあるんで、ちょっとね、人気がまあ、一戦一勝で読めないですけども、まあ、一発があっても面白い存在かなというふうにはね、思いますね。まあ、他にも、はい、ね、いますからね。ワルナのダンスインザダークは。ああ、そうですよね。うん、これもなんか、前走がだいぶ 2000m 距離延長で、かかりっぱなしの感じがあったんで。ワルナのはね、ね、これはそうですね。はい、寺島調教師もね、短く戦力で競馬しやすいかなっておっしゃってたんで、まあ、距離短くなれば慶応杯2歳で3着とか来てますんで、うん、まあ、それだけ走れればね、ここでもやれてもね、おかしくないかなというふうに思いますね。うん、まあ、今日ね、すごい雨降って、まあ、週末もね、まあ、今京都ね、かなりね、峠かかってたりも、してるんで、まあ、その辺も含めて
まあ、最後までちょっとね頭悩ませて予想を出したいかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。